おしゃれです。1円2円3円4円そう、後ろに円が来るようにすると、この型にちょっと近づけるようなイメージ。皆さんこんにちは、ともです。今日は結構質問が多いダンスシリーズの中の一つなんですけど、あの首の動かし方、アイソレーションのやり方っていうのをちょっとお伝えしたいかなというふうに思います。ダンスやってる人からしたら首を動かしてっていうのは結構当たり前なんですけど、ダンスやってない人からしたらその右左なんなんっていう感じだと思うので、どういう風に練習したらいいかっていうのを、私がキッズとかダンスの初心者だったりする皆さんに伝える時に伝える方をお伝えしようかなっていう風に思います。でまず首の前後ろなんですけど、後ろ引く時になんか皆さん二重顎作るような感じのイメージというか、ここにタップってなるイメージですね、この辺に。はい、でその二重顎になる状態が後ろに引いてて、で前にちょっと顎を前に突き出すような感じのイメージ、これが前後です。二重顎、前に突き出す、後ろ、前、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン。多分初めはこれぐらいしか動かないと思うんですけど、やってたら多分その可動域が広くなってくると思うので、広くなってきたら完璧です。右左の方が結構難関だと思うんですけど、首を右左にするっていうイメージ、ここの顎をこの肩にちょっと近づけるようなイメージ、この顎をこっちの肩に近づけるイメージ、反対はこの顎をこっちの肩に近づけるイメージで、分かりやすいのが手を上にしてもらって、この腕の内側のところに耳がくっつくようなイメージで始めやっていってもらいます。でこれが慣れてきたら、だんだん腕の円を横長にしていってもらって、それで遠くなった腕に耳がくっつくかなっていうので、この時に体が動いちゃったらちょっと元も子もないので、体をしっかり真ん中に留めたまんま、こう耳を腕にくっつけに行くようなイメージでやっていくと、だんだん動いてくるんで、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイみたいな感じです。でさっきの前後ろの時も体がこうやってついていってしまわないように、まっすぐしたまま、前、後ろ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 っていう感じでやってみます。とりあえずこれが基礎的なことなんですけど、いけるぜっていう人はちょっと音に合わせてやって、あとちょっとした応用とかやりたいのでついてきてください。ファイト。じゃあまずはちょっとだけテンポの速い曲でやってみたいと思います。まず2カウントずつ、前後ろ、前後ろ、トン、トン、体が動いてしまえように、1カウント、トン、トン、で、できてきたらしっかり可動域を広げていってみてください。じゃあ右左、右左、右で、できにくい人は手を上にして、で、これもできるだけ範囲を広げて、ワンカウント、ワン、じゃあ前から、前、右、後ろ、左、前、後ろ、左、前、後ろ、左、前、右、後ろ、左、反対、前、左、後ろ、右、前、左、後ろ、右、前、で、体こうやってついていってしまえへんように、体真ん中に止めて、ワンカウント右回し、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、反対回し、トン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 、
じゃあ右は足ぐるーん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 反対はOK、今のがアイソレーションの基本なんですけど、例えばなんか音楽が聞こえてきた時に、そのあこの曲いいよね知ってるよねってリズム取るような感じってあるじゃないですか。でそれをやろうと思ったら例えば曲に対して1,2,3を前後ろに前にカウントの1,2が来るようにして、後ろに1,2,3,4,4,そう後ろに円が来るようにすると、曲に対してこう前にリズム取ってるように見えたり、逆に後ろを1にすると1,2,3,4,4,5,6,7,8 後ろでリズム取ってるように見えたりとか、例えば右に1が来るようにすると1,2,3,4,4,5,6,7,8 で左に1が来るようにすると1,2,3,4,4,5,6,7,8 みたいな感じで、この普通に1,2,3,4 って動かすだけじゃなくて1,2,3,4っていう取り方をするとおしゃれです。じゃあこれをちょっと練習してみましょう。じゃあこの曲で、じゃあまず前にオンビートが来るよね。じゃあ後ろせーの、じゃあ右せーの、ワンツースリー、反対左、ワンツースリー、ファイブなんかリズム取りながら体動かせたりなんかしたらおしゃれです。結構基本なので首動かしたりとか、今はまあこういう風に動かしたんですけど、いろんな動かし方があったりするので、やってみるとかっこよくなるんじゃないでしょうか。じゃあまたトライしてみて、そしてうまいこといけたっていう報告とかも待ってます。いいねとチャンネル登録をお願いします。バイバーイ。